仕方なく実家に帰るわけですけれども、この実家に帰って、9万円の生活という収入でですね、家になかなかお金も入れられるわけでもなく、で、生活は困窮してくるわけですね。で、親との関係もどんどん悪くなってくる。最後の方では彼女は家にいられなくなってしまいました。親が帰ってくる時間になると家の外で過ごすようになりました。お金があるときにはネットカフェで泊まり、お金がないときはコンビニで夜を過ごしていたと言っていました。私たちが見なければいけないのはこういったことがたくさん起こっているということですね。この事実を認めさせるということです。これをまず今の政府や企業経営者財界にこの事実をまず認めさせるということ、ここからしか出発は しようがないと思います。これは交通費込みの金額ですから、私集合場所の田町まで交通費で700何十円かかりましたから、結局手元に残った手取り額っていうのは6000円を割っているわけです。5000数百円ですね。そして、拘束時間は朝7時20分から午後7時10分までの12時間ですから、もし仮に拘束時間で割ったら500円にも満たないという安い賃金なんです。それでいてやらされる仕事っていうのは相当きつい肉体労働、やってみてつくづくですね、これほどひどい働き方ってあるのかということを思い知らされました。こんな働き方がどんどん広がっているということが あちこちの日雇い派遣会社で働いてみて分かりました。こういった日雇い派遣、言い方を変えてしまえば、ピンハネなんですよね。この問題を突っ込んでいきますと、まず最大の格差社会の原因は何かというと、雇用問題に行き着きます。ここを何とかしない限りは、この格差社会の是正なんて言ってみても始まらんなと。そんな思いが募り、去年の連合大会で、連合の主要運動課題の一つに、この非正規雇用問題を取り上げようということで、大会決定をしていただき、大会直後の去年の10月15日に、非正規労働センターというのを連合の中の運動組織の一環として立ち上げて、この問題に今取り組み始めておるところでございます。今の格差社会と言われているものの犯人は誰だと、一番最初の犯人は。それは経営者あんたらだよと。こんだけ非正規雇用を増やした責任は、経営者の皆さんに、一義的にはありますよと。まあ、労働組合のある職場で、労働組合を見て見ぬふりをしたという意味では、10半ぐらいの責任はある。とは思ってますけれど、一義的な責任は経営者の皆さんが。で、その経営者の皆さんが、こういう問題がいっぱい出てることについて、こういうふうに世直しをやろうということを言ったことがあるかと。そんなことあまり聞こえてきません。ある大手の、カメラ屋さんって言ったらすごいわかるんですが、あそこで今工場でどういうことが起こってるのか、カメラさんたちご存知だろうと思うけど、そういう請負いだとか、派遣の人たちが職場に7割8割になくて、と、あとの2割3割の正規雇用の人たち、労働条件どんどん今下げられてます。格差はゼロにはできないから、まあ、貧困がないっていう感じでも思うけどね。いや、格差はなくした方がいいんだけれど、多様性はあるわけじゃないですか。格差はなくなるかもしれないけど、格差じゃないけれど多様性とかそういうものは保障される社会、いろんな生き方が認められる、でおかしいことをおかしいって言える、国の権利がある、ゆとりがある、メリハリがある。それで、やはりヨーロッパ、あるいはアメリカ、それから国内の韓国などと比べて、今の日本の貧困問題というのが、日本のマスコミに貧困問題が、今として最近、かなり出るという意見がありますが、韓国と日本が出ると、やっぱり日本より韓国の貧困問題、もっと深刻な問題だと思うんですね。
まあ、何も、まあ、だから、もそもそもだったからやってますか？すいませんね。でも、昔の妄想族は、非常に華やかだったんですね。今、今日は団体交渉をお受けいただき、ありがとうございます。私は、この地域にある、どんな職業の人でも、誰でも一人でも入れる、一橋ローカルユニオンの職長の渡辺です。よろしくお願いします。宇野浜ユニオン分会長の佐藤です。宇野浜ユニオン、おからみたいな声じゃなくて、お前なんてな、おからで十分なんだよ。おからユニオン、それ、労働組合かよ。宇野花ユニオンです。おからではありません、設楽です。お前ら、なんで労働組合に相談したんだよ。言いたいことがあるんだったら、この社長の乗り換えようが。社長、みんなが聞いたって全然聞いてくれなかったじゃないですか。ですから今日は私がここに代表で言わせてもらいます。お前が代表。